私だって。はあ、注目！これよりトロスト区奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォール・ローゼが破られればもはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエガー訓練兵の援護のため大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の砲撃で倒しやすくなる。巨人が出現して以来人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。僕の立てた作戦が採用されたけど、この作戦で正しかったのか。どうしてザラスがトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。やったぞ。
邪魔されて補給物資を運べない。僕だってやってやる。狙い通り。助かった。補給物資を持ってきたから使ってくれ。迷惑かけてジャンボ補給班だからその辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。救援要請だ。野郎の援護に回った結果がこのざまかよ。ありがとね。助かったぜ。補給物資を持ってきた。お前も使ってくれ。やってやる。
死んだ。罠を運んできたんだ。この辺の巨人を倒すのは便利でしょう。やったぞ！同じ班のライナーたちとはぐれてね。見かけたら私は無事だと伝えておいて。
ってやる。僕だからやってやる。行くな。僕にも倒せた。行くな。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。やられちまったよ。負けるもんか。岩の周りに貴公子が集まってきています。これではエレンが近寄れません。貴公子が直接叩くしかない。通り。
平気です。私にも守りたい家族がいますから。巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。あとは任せたぞ。